はい、こんにちは、Qさんです。いつもありがとうございます。今日はですね、家の中撮ってるんですけども、かなり遅くなっちゃいました。さっきからLINEあった等でですね、今日の動画まだですかみたいな連絡いただいてるわけですけども、ちょっと遅くなった理由は3つぐらいありまして、1つはですね、本の執筆をね、進めてます。はい、編集者さんとのですね、約束も結構過ぎちゃってるんですけども、頑張ってます。で、2つ目はですね、ブログの更新がね、4、5日滞ってましたんで、頑張りました。はい、最近ね、ブログもね、昔は1日4、5000字とかね、多い時で8000字とか書く、かなりの長文マンだったんだけども、喋ってばっかりでしょ、こうやってね。だから書く筋肉がなんか落ちた気がするのはあるんですよ。そういう本を書いてる上でも、ちょっとリハビリのね、意味も込めて、やっぱり毎日書かないといけないなっていうね、反省をしてるところですね。で、今日ちなみにね、子供たちも今寝静まってますんで、あんまり大声を上げずにね、進めたいと思います。最近僕の動画のエンディングが面白いっていう人結構いるわけですね。エンディングで、って言ったりするのがね、わざとやってるわけじゃなくてさ、最近ちょっとわざとかな。で、それを見てから前に戻るというですね、なんかマニアックな人もいるみたいですけども、今日はね、多分、はい、このまんま淡々とひそひそと行きたいと思います。なんだっけ、三つ目、はい、YouTube のね、コミュニティっていう機能があるんですよね。それ何かって言ったら、ツイッターとかブログみたいに、割とまとまった文章を書けるんですよね。動画じゃなくて。で、それは僕はね、時々やっぱり活用してるわけですよ。なんかお知らせとかね。あと、7万人行きましたとかですね。まあそういったことは言ってたんだけども、今回ですね、まあそれなりにちょっとした文章を書いてしまったわけですね。長文を書いてしまったわけですよ。で、なぜ書いたかというと、まあその背景がありまして、ここまあ2、3日なんだけどね、なんかちょっと鬱陶しいなーっていうことがあったら、なんか小映えが飛んでるというかね、なんかそんな感じだったんですね。いわゆるその批判とか言いがかりみたいな感じなんですよね。まあこれまでもそういうことは結構まああったし、15年ぐらいこういう活動していると、だから僕もかなりスルースキルを持ってるつもりだしね、まあ、全然良かったんだけども、ただその、言いがかりの背景がね、ちょっと待ってくれよという感じだったんで、まあたまには物申してみようかってことなんですよね。その背景って何かって言ったら、誰だっけ、安倍昭恵さんね、が大分かなんかで神社に行ったんでしょ。で、今ね、自粛自粛ってさ、家にいろ家にいろ、ステイホームって言ったのにな、ファーストレディーが何してんだっていうふうなことをマスコミも言ってるわけで、まあ相変わらずだなとね、思うわけだけども、その神社に行ってる、一緒に行ったそのつるんだ人が、どうやらその非常に香ばしいっていうか人だったわけですよ。ドクタードルフィンという人、僕初めて知ったんですよね。もちろん知り合いでもないし、関わったこともないんだけども、その方がですね、まあかなり香ばしい人だったわけですね。まあそのスピリチュアル界にはですね、まあそういう人も結構いるんで、まあ別にどうでもいいはずな話なんだけども、その方をですね、紹介している YouTube があったんですね。メンタルドクター指導さんという方、面識ちょっとあるかないかちょっとわかんないんですけども、もしかしたら同じ場にいた可能性はありますが、まあメンタルドクター指導さんという聞いたことある方なんですけども、彼がこのドクタードルフィンさん、それ大丈夫かよみたいな動画を上げてたわけですね。ちょっと概要欄に貼っときたいと思いますけれども、でそれ見たんだよ。すごい面白くてさ、もう最後までこれコントしてんじゃねえかなって思うぐらいちょっと笑ってしまったんだけども、お医者さんなんだよね、一応肩書きが。で、そのコロナの問題を論じてるんですけども、ウイルスっていうのは恐怖とか不安の波動でポンとテレポーテーションしてくるから、マスクとか意味ないんだとか言うわけですね。だからその恐怖とか 不安とかを言うと、思ってるとそのコロナにかかるんだみたいな感じだったと思うんですよね。いや、それはねえだろうと。少なくともこれお医者さんは言わねえぞってね。まあ、スピリチュアル界でよく言われるようなことはあるんだけどね。言う人いるのはわかるけど。俺はもちろん言わねえよ、そんなことね。うん。その、恐怖の波動がどうたらっていうふうに自分のメンタルをね、下げるっていう、まあ、蓋然性はあるけどさ、ウイルスは来ないからな。まずな。でね、なんかいろいろあったわけよ。ちょっと忘れちゃったけど、一回さ、あれみたいだけど、もう面白かったんだよ。最後ね、なんか、これエネルギーを送るとか言ってる。まあこれもよくあるよね。それで、大丈夫とか言ってんだからさ、お前大丈夫かよって、もうそれ、指導さんが言ってることよくわかる。もう本当に香ばしくってさ。で、それ2月なんだよね。それ今4月でしょ。大丈夫じゃないじゃん。頑張れよ。俺がなんかやったらすぐ消せるんだよと言ってんだらさ、やってくれよって感じだけどさ。でもその動画今ね、本人消してるみたいなんだよ。で、まあいいんだけどね。でもそれもね、別にスピリチュアル業界によくいたんで、そういうのが。まあ今もいるんで、俺はもう基本的に関わってないし、もう批判するつもりもないわけ、そんなこと俺はね。けどね、なんで長文書いたかというと、そいつって名前、ごめんなさい、ドルフィンさんと
宇宙と仲良しってはもう同じだみたいな、なんかそんな感じで絡まれちゃったわけですよ。で、指導さんのツイッターにも、この宇宙と仲良しってのはとんでもないやつだから、こいつも同じように叩けみたいな感じで、なんか連絡したっていう話なんだよね。いやもうね、あとなんかちょっといろいろ周りの人たちもさ、絡んだりするから、いやもうちょっと勘弁してくれよと思って、もうツイッターブロックしたんだけど、最初ね、2、3回返事したんだけども、もうツイッターブロックしましたけどね。うん。もうそんな感じだからさ。さ、その、批判とかって俺全然いいんだよね、普通。だけど批判するときって、なんかもうちょっとちゃんと見てから批判してほしいと思うよね。で、あとね、その批判の内容がさ、こいつ気持ち悪いとか、呼吸が苦しくなるとか、なんか邪気があるとか、顔がおかしいとかね、ハゲてるとかね、なんかもうそういうのでさ、批判するのやめようよって思うわけ。子供じゃあるまいしって。もしね、批判するのはするんでいいけども、こいつのこの言ってることがおかしいとか、そういう感じでちょっと言葉でもって批判してくれるのはすごくありがたいよね。だから俺もそういった意味では批判しないわけでもないわけですよ。まあ、最近で言うとね、3月20日にゲートが閉じてどうたらこうたらって流行ったわけでしょ。で、あれなんかも別に、あんまり興味なかったんだけども、視聴者さんからね、このゲートってどう思いますって言われたから、いや、それはないよって言うだけ。ないよと。で、こんなのに恐怖心をね、覚える必要ないですよと、相手にしなさんなっていう言い方での批判みたいなことを言ったと思うよ。うん。けど、その、こいつ気持ち悪いとか、なんかそういう言葉はね、やっぱり言われる方も気分悪いし、それを周りも聞いてる人も俺、大丈夫かなと思ったりするわけですね。例えば俺もその、子供を持つ身としてね、やっぱり子供が気持ち悪いとか言われたら嫌だしさ、あとその、気持ち悪いからこいつを批判していいみたいなんて単なるいじめだからね。それは教育的にも良くないし、それをやっぱりね、その、お手本でなるべき大人が言っちゃいけないなと思うわけなんだよ。で、それはその、黒人が気持ち悪いとかね、その自分体とかね、色が違うから、で、それ同じなんだよ。完全なら絶対差別なんだよ、そういうのってね。俺その本当に慎んだ方がいいと思うよ、それは。だからもし批判するんだれば、ちゃんと言葉でもって、ここの部分がおかしいんじゃないですかっていうふうに言い札だったら、俺もそれ見て、あ、これおかしいねと思うし、いや、これでもちょっと誤解してるねって言ったりはするかもしれない。言葉に対して言葉で返すっていうのが、これがまあ言論だよね。健全な批判だと思うんだよ。でもこいつ気持ち悪いとか呼吸が苦しいとか言われたらさ、俺どうしようもないからね、そうなんですかって、すいませんって言うしかない。じゃあ見なければいいんじゃないですかってね、言うしかないんだよね。それは自分の呼吸が苦しいからといってさ、こいつは絶対悪だみたいな、じゃあ見ちゃいけませんみたいな、そういうの言うのはやっぱ大人げないよね。もう申し訳ないけども、でこういうことを言うとね、いや Q さんも批判してるじゃないですかって言うかもしれない。でも俺は批判を否定はしないんだよ。あくまで批判するんでは、言葉でもってするのが批判の王道だと思うよね。だから俺は別に批判したり、論争したり、ディベートするのは嫌いじゃないんだよね。だからそういった意味では歓迎すべきなんだけども、まあ、さっき言ったように呼吸が苦しくなるとか、顔見たらなんか邪気があるとかさ、それはまあその主観だと思うよ、多分ね。だってさ、やっぱり俺の動画好きだっていう人もいっぱいいるわけだし、Qさんの動画を見たら勇気づけられるとか元気出るとかね、そのホッとするという人がいるわけですよ。だからそういう人がいるというのもまた事実なんだよね。だからそういう人たちに対してもやっぱり俺失礼な気がするから、だから僕はその嫌いなものは嫌いでいいから見なければいいんだよ。で、俺はそういう戦略を取ってるよ。で、俺も何もかんもさ、ウェルカムじゃなくて、あ、この人なんかちょっと俺苦手だなと思う人は見なかったりしますよね。その誰とはもちろん言いませんけどね。まあ、誰とかまあ一般的にね、それはあるわけなんだよ。芸能人とか歌手とかでもね、まあ、この歌声苦手だなとかね、だからといって別にその、この歌声苦手だからこいつはつまらんとかね、まあそういうのは言わないわけですよ。大人としてですよ。だからその、言論に対して言論で返すっていう批判は非常に健全なんで、また大いにやっていきたいし、むしろ僕もそれは聞きたい。ね。でもね、なんか変な矛盾とか言いがかりっていうのも時々あるよね。よくね、やっぱり僕も今までずっと批判される中で、矛盾してる一貫じゃないっていう言い方よくあるわけ。だからね、それね、よくよく聞いてみたら、言葉っていうのはその文脈でないと意味を持たないんですよ。政治家とかの上げ足取りとかも結構そうでしょ、マスコミが、ね、だからもう言葉で6秒とかさ、動画で切り取ってこの人こんなこと言ってますみたいなこと言ってるわけですよ。で、その前後を見たら、まあ割と真っ当なこと言ったらするわけですよ。大体のところですね、麻生さんとか橋本さんとか稲田さんとかですね、よく取り上げられるけどさ、あの人変な人たちは。でも文脈を見たらさ、まあ好き嫌いはあるにしても、まあ、政治家として、あ、こういう考えを持ってるんだなっていうことで割と納得できる話だったりすることが大半なんですよね。だからその言葉っていうのは切り取っちゃ何の意味もないんだよ。文脈でもって初めて意味をなすわけ。だからよくね、例え話で言うんだけども、
お母さんがね、子供に朝、早く食べなさいっていう時あるわけですよ。もう幼稚園バス来るよ早く食べなさいっていう時あるわけですね。で、夜になったらね、子供が、そわ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 、テレビ始まるテレビ始まるとか言ってさ、うぅー食べようとするでしょ。あんたまだテレビ始まってないから、あと10分あるからゆっくり食べなさいっていうわけじゃないですか。でも同じお母さんが同じご飯に対して、同じ子供に対して、ある時は早く食べろって言うし、ある時はゆっくり食べろっていう、矛盾じゃんって言わないよね、普通そんなこと。それと同じで、朝は早く食べる、夜はゆっくり食べるっていう、そのシチュエーションとか文脈でもって初めて食べるに対するそのゆっくり早くっていう意味を持つわけなんだよ。だから俺も一貫してるかどうかで言うと、俺は一貫してるはずなんだよね。だけども切り取ったりすると、これとこれをつなげて切り取ってつなげると矛盾してるっていうのは大いにあるかもしれない。だからそこは指摘してもらっても別に全然構わない。だけどそこはね、言論できちんと返せるんで、一貫してない、矛盾してる、こいつは支離滅裂だ、信用に足らない、ね、信用するに値しない、この人間はね、ろくでもないというふうに、どんどん一般化を重ねていって、レッテルを貼るっていうのは、これ良くないよね。だから、大人であるなら、ちゃんと言論で、ちゃんと返しましょうと。で、もし、何か物申したいんであれば、僕はどこでも出ていきますから。ね。ただなんかツイッター同士のやり方とかちょっと嫌だよ。で、やるならちゃんと本名でやって、で、よかったらもう直接対談とかもね、全然 OK なんでね。まあそういうの別に苦手じゃないんで。うん。まあいいや。だからその一方的に矛盾してる、一貫してない、気持ち悪いっていうのは、まあ批判としてはどうかなと思う。で、もっと言うと、ドクタードルフィンとこいつは一緒だ、みたいなんですね。ね。そらねえよと、そらねえっすよ兄さんっていうところで思っちゃうんだけど、まあいいや、という感じでコミュニティの欄に長文を書きましたっていう話でした、ね、まあ批判もね、正直言いますよ、こうみっともないからね。もうだからファンの人がいたら言ってあげてください、もうそろそろそういうのやめようよと、みっともないからってね、自分のため、視聴者さんのため、そして動画のこの文化のためにちゃんと健全に配信をしようと、ね、でも気持ち悪いとかまあ分かるけどさ、これ口に出すのはねどうかなと思うしね、うん、なんか楽しくやっていきたいよね、そういう意味ではね、うん、健全な楽しい批判はいいけどね、うん、というふうに思った感じです、まあ、ごめんなさい、なんかね今日はあんまり楽しい話じゃなかったかもしれないですけどね、また明日から次回からイケイケでいきたいと思います。どうもありがとうございました。